はい、後半戦スタート、飲まれたらやめると言っていたんですが、なんと第2100点の台がですね中締めを取ってる最中に開いたと、1個隣が、2600ゲームでビッグ9回レギュラー10回、300点でしたねこっち。なので移動します。これはもういいだろう、もういいよ、もうさって移動できますか、隣なんでね、もういいよ、もうこれは100点よ、300点よ。よしで、まあ18時過ぎ、やっぱ人の入れ替わりが激しいと言われる17時から18時台っていうのはやっぱり飽きますね。朝から打ってる方なのかどうなのか分かんないですけど、まあおそらくお腹が空いたから帰るって人もいるだろうし、なのでこの時間はしっかりと空き台をチェックするっていうのがやっぱまずやることなんでしょうね。よし、あ、そうなんだよ、あ、そうなってんだやっぱ。よし、あ、そういうふうにできてんだやっぱ。ただ安心はしてません。何が起こるかわからない。お、やる気満々よこれ、やる気満々。はい、来ない。よし、はい、それでは後半戦スタートということで張り切っていきます。まあ僕はあの同じ台を引き続き打っていきますので、まあこの台がどういう風にブレてくれるかでこの後の行動も決めていきたいなと。参ります。150、なんか早かったな、ブドウ。ここでもう一回計算してみましょうか。うわー、だいぶ上がった初期の50個で、7.3 分の1だったブドウが150個引いた時点で 6.4 分の1まで来ました。まあこれでほぼほぼやめる理由はなくなったと思われます。あとは展開次第。オーラ確かめてる、見るべきだよね、気の持ちを。今こうブドウが上がったっていう心がこのボーナスを引っ張ってきた。あらあら、207ゲームレギュラー、単独レギュラーボーナス、うん、これは決まりかな、この台で。まあ、あとは神のみぞ知るっていう感じじゃないかな。よし、単独だ、単独のレギュラーボーナス37ゲーム、うん、おう、味覚。さあお楽しみのバーズ揃いはどうですかと。うわー、レギュラーだ、また単独レギュラーや、26ゲーム、これはいいね、いいよ、いいんだけれども、ビッグが出てきてくれても全然文句は言わないよ。よし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 、いいんだよ、いいんだよ、もちろん。いやー、やっぱ人増えてきましたね。まあまあ思った通りっていうか、こうなってもし打ってる台がなかったらもうアウトだったんですよね。やっぱりね、はなはなってジャグラーに比べてやめる人がね絶対少ないんですよ、比率的に。まあ推測要素が豊富っていうのと、まあその辺が多分大きく絡んでくると思うんですけど、ジャグラーはねやっぱちょっとやめる人がちらほらいるんですけど、花々はね本当ねどこもやめないですよね。
今日はね本当もうラッキーでしたよ。さっていなくなってたんで隣の方が。よし151ゲームよし、スペシャルテンパン4つき。ちなみに7が転敗した時のスペシャルテンパン4が発生したらビッグ確定で、ビッグの16分の1で発生します。で今順押しでたまたま発生しましたけど、どっから転敗しても16分の1で、どっから押して転敗しても16分の1で流れるんで、まあラッキーって感じですね。あーまたダメか、EGM 変化聞けないってあんまないけどな。あ、来た、文句言ってたら来た、ギリギリ86ゲームあーどっち聞こう、ビッグかどうかも分かんないけど、最初赤だな。あーどうか、どうだどうだどうだ、あーラッキー来たー、ついに初代花 BGM 行きます、初代花行きます。これだよね、これ聞かないと花花打ってる感じになんないよね。うん、パネフラはしないんだね。あれBB2 っていうの打ってる、大丈夫、だいぶ未だに開拓者精神をだいぶはっきりしてるみたいだけど、いやいやいや、いやこれ300点300点の台掴んだ、こっちか、掴んだ14の10。お、後半戦始まった時に300点の台が開いたんですよ。300点です。なんとこれは300点完璧じゃん、ブンブン行かなきゃいけない。よかったね、よかった、バトルですから余裕こかないでください、対決してるんですから。いやなんかあれだなと思って死にそうな顔してたからいや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 、どうしようみたいな顔してたからさ。あ、そう、そまだ、うん、まだ女神は微笑みました。あ、そう、はい、クイーンじゃねえじゃんうまいこと言ったのかと思ったら全然違かった。前半戦でいやもうこれは6でしょって言ったアイムジャグラー、ニューアイムジャグラー EX、 それの打ち手が変わってるんですよ。まあ、あとタイミングはちょっと僕見逃してますけど、チャンスは転がってるんですよね、ジャグラーの島っていうのは。追加投資が見えてきたな。おっしゃー、危ねー、残り50枚ぐらいビッグ確定だ。もう下皿ほとんど、下皿の分ほとんどがあれです、ベルトピエロを揃えた分ですちょうど25枚ぐらい。よし、お、ジャンキージャグラーだ。で結構ですね、レギュラーだけ引けてビッグが引けない苦しみみたいなのって、ジャグラーを打つ人はみんな味わったことあると思うんですけど、でそこで大事なのがレギュラーは高設定っぽいと、でもビッグが引けない、でその時に大事なのが合成確率っていうんですか、ボーナス合成がしっかり あるかどうか。ビッグ引けない分を加味してもボーナス構成確率も高設定っぽいかどうかで僕は押し引きを決めます。だ結局もう合成確率もひどくてビッグ確率がひどいあまりに、なのに、まあ、レギュラー確率だけ250、60分の1ぐらいの台で僕はあんまり近寄らないようにしてます。
ただビッグが引けてなくて、でレギュラーバーって引けてるっていう、そのバーって引いてるレギュラーが合成確率の高設定域まで押し上げるレベルであればいきます。なので、まあ、いつも、まあ、武道確率を含めた3人とご相談っていう感じですね。おお今あれかな、僕レバーを押した時は見てたから、光ってないのを確認して心のデータラフをいじったんだけど、多分ボタン有効時から一番遅いやつだったはず。よしよし19ゲームよし、そういうことそういうことだ、いいぞ。おわっとレギュラーだ、1コマ早いですけども、1角でございます。一応光らせましょう。よし24、いいぞ、いいリズムだ。うん、よし、まあ何にせよ花々が本気を出した時のまた光るのみたいなあの状態に持ってったらハーデスですらかなわないんで、本当に。よし、おお、またビッグだ。192ゲーム、やっぱちょい増えなんだね。やっぱゆっくり来てる、まあ来てるだけも当たる。あーちゃーとっ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 と、多分ね、二角今滑った。今はね、俺ね多分わかる今ね、ちょっと日本語おかしかったですけど、これあの滑ってれば二角目なんですよ、左が。多分今滑った。じゃあこれバーチなら止まるはずな。そうだろ、これだよね。いいよいいよ、素晴らしい、素敵な花花見いただきました。右から光ったらビッグ確定。あー左から、あーどうしようかな。あーレギュラーかな、あーレギュラー、初レギュラーだね、この台で。左、よし、あれなんだよ、7も揃えられなくなっちゃったよ。 あラッキー、揃えられなくてよかったですラッキースーパーラッキー来た。レグレグ、あビッグラッキー、増えた増えた。お今のはチェリーの後ですが、今僕バー狙ってバー下段に滑って、もしチェリーと同時整理だったらボーナス一直線になるはずなんで、これ多分単独ですね。白いくか、あー滑った、あー目押しミス、嬉しい嬉しい、恥ずかしです。さあスーハナ、スーハナのレンちゃん、いやーようやく聞けたよ。やっとまた1コマ早いでござる。あれ、ああそっか、ビタ押しだからか、レギュラーです。よいよい、およし
これはビッグエロー。98ゲームよし、よしよし、さあ、ブドウ算出のお時間でございます。300個時点でブドウ確率が 6.26 分の1、さらに上昇、設定6の値までもう少しというか、最初の50個あたりで全然引けなかったことを考えると、その後は明らかに6ぐらいの数値で引けてる。いや、ぶっちゃけね、 DVD のテーマが6なんで、6にこだわって喋ってますけど、まあ5でも全然いいでしょっていう考えなんで、僕は特にサマイスが正確に見えるデータロボとかがあれば、あの自分で打たなくてもブドウ数えてっていうのはできますけど、あとはもうブドウ自分の手で数えるしか5と6を見極める方法ってないですからね。いいんじゃないでしょうか。よろしいんじゃないでしょうか。花花目出てましたね、今ね、バーナナバー。あーあー、すいません。ねえ、今下段にバーナナバーって3枚掛けしちゃったよ。レギュラー、いや、はまんないね、やっぱ。いや、でも夕方6時から打って今2時間ちょっとでやっぱね、2箱目とか入れるポテンシャルはあるんでね、夕方からちょっとノーマルタイプかって今まで思ってた人はね、ワンチャン花花ジャグラー、よし、あの全然ね、あの本当にいい台があったら飛びついた方がいいと思いますよ、僕は。まあ、花花もジャグラー同様ガックンが効くので、まあ、出目を対策してないホールがあれば、まあ、狙える可能性がある。でもう一個、花花特有の設定変更判別がありまして、このベッドランプ、このベッドランプはドラゴン花花まで設定変更すると消えるんですよ。だからこの状態で、まあ、最終ゲーム夜終わりましたと。で、まあ、リプレイですけど、で電源オンオフしたらこれがつきっぱなしなんですけど、設定変更するとこのランプが消えるんですね。ただクイーン花花は消えない、そこだけ注意した方がいいです。何を思ったか、そこだけ変えてきたパイオニアの開発の方が。でよくランプがどうこうっていう人いるんですけど、これ3枚手入れで落とすと、これ消すことできるんですよ、自分で。なんで消えてるから変更確定っていうのは嘘です。それだけ気をつけた方がいいです。3枚手入れで落とすと消える。で4枚になってクレジットつけると消えないんですよ。ね、ちょっと変わってるでしょ。でその今4枚手入れして消えない、でもしかしたら中には朝花花にコインが入っていたっていう人がいるかもしれないですけど、それ僕も何回かあるんですけど、で実は理由がありまして、ちょっとせっかくなんでやりますか。こう
はい、3枚手入れ、ね、で空っぽで、これ4枚入れて落とすとここしか落ちないんでついてるように見えるんですよ。でこれ3枚コイン入ってるんですよね。実はで朝僕も何食わぬ顔してられたらベッドランプついてれば不正置きかなってやったら、あれクレジット溜まったぞみたいな3枚入ってるぞみたいな、おっいい話するといいことが起きる。いい話をするといいことが起きる。何ゲームだった？今169ゲーム。中締めでガッツとも話しましたけどね、高設定な台を打った人がすごく勝つんじゃなくて、台を高設定っぽくした人がやっぱりすごく勝つんだよな。そのやっぱりチャレンジ精神のこう恩恵というか、まだ分からない状態から打ち始めて、これ高設定だってしたときにやっぱり出玉がついてくる。よしよしよし、二角だってのと、ほんとはまらないね。218チェリープラスレギュラー、うーん、ことなかれ主義かなりもせず、おう怒られる。48、おプレミアムが出た、取れますか。点滅いたしております。ビッグ確定のプレミアムベッドでどんどんと、よーし、ビッグ確やっとだ。20時50分、下皿がパンパンでございます。行かせていただきます。1000枚はある、自負があるので、まあガッツ君が陰から見てるかどうかは分かりませんが、さっきまで箱も使ってなかったのに一箱パンパンになるっていう、よーよいしょー、いやーでも本当はなはなって分かんねえよな。今ちょうどね打ち始めて1400ゲームなんですけど、ビッグが10回、びっくりすることにレギュラーが2回しか引けてないですよね。 でもさっきから打ってる台が6の手で話してますけど、これ6じゃなかったらすげえ恥ずかしいよな俺そこ問題だよな。いや6だと思うけどな。ただなんかビッグ中のスイカはあんま良くないし、パネフラは1回もしねえし、まあ、唯一レギュラー2回が1対1っていうのがああ101 101あレギュラー3回目来ました。文句言ってたら来た、左、これ両点滅とか絡んでくれるともうね安心なんですけどね。僕自体はハマってないわ、多分300、一回もハマってない。優秀だったな。よし、ナイス、耐えた。先っぺかなんですけど、あ、単独のレギュラーでござる。316
なんと316ゲーム、本日の最大ハマりです。優秀でした。よい、よし。まあまあまあいいっすよ、全然別に僕なんかないっす。26ゲームでレギュラー、別に僕なんかないっすよ。よし、さあこれにて私実戦終了とさせていただきます。まあ自信はあり、納得の結果でございます。お疲れ様でございました。はい、お時間が来ましたので実戦終了、最後の最後400ハマっちゃいましたけども、まあこのボーナス出現率さすがに6なんじゃないかと思います。で収支の方もおそらくまくってますね。なのでこれが6だったら大成功っていうんですか。まあ収支として良かったんじゃないかなと思います。というわけで実戦ここで終了します。終了、お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ閉店時間を迎えまして、じゃあですね軽く結果の方から、僕からよろしいでしょうか。はい、前半戦から引き続き打っていたマイジャグラー2をそのまま粘り倒しまして、投資の方が、変わらず300枚、はい、で回収が、最終的に931枚と、収支の方は、3枚はプラス631枚ということで無事勝利。なるほど、まあ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 、1代目2代目のあのニューアイムジャグラー EX、そっちに関しては正直何のあの手がかりもないので自信がないですけど、まあ最後に打ち切ったマイジャグラー2、703番台こちらで私勝負させていただきます。自信ありですか。ぼちぼち。だからね、あるっていうテンションでぼちぼちなんですけど。まあね、あのね、やっぱマイジャグ2設定6ってそこそこの勇気だから、ね、まあでもあの挙動自体は遜色ない感じで動いてますので、分かりました、はい、自信はあるということでやらせていただきます、はい、対して僕の方はですね、はい、前半戦最後ドラゴンハナハナ死にそうな顔して打ってたんですけども、ね、後半戦始まる直前に隣の300点の台が開きまして、言ってたね、300点300点の台すぐハンカチ言いましたよ、ね、300点の台の概念がわからないけども言ってた。もうそれを打ちました。でそれがもうあの投資1000に引っかかって、うん、そこからバコバコバコと出て、結局総投資が1万5000円、うん、で回収が873枚、おプラス123枚ということでまくって お見事勝利でございます。最後400ハマっちゃったんですけど、うんうんうん、まあそれが なかったらもうちょいプラスだったのかなっていう、まあそこ行ってもしょうがないんで、で手応えの方はぼちぼち来たね、うん、なんかちょっと分かんないみたいな感じ。そうですぼちぼち。まあとりあえず収支的には2人ともまくれたと。そうですね、まあまああとはじゃあ結果の方ですね。そうです、今回の答え合わせは、DVD ボックス設定6にこだわっておりますので、はい、確かに、当たりか外れかしか。そうですね、6、7をもう OK、はい、じゃあ私の結果から、はい、お願いします。おおあったほらあったんだね、完全勝利。うわいやー見えた、すごいっすね。俺ね多分ねライター始まって以来の B1 プリだったと思うよ。前時代の右利きの時立ち回り的なもの。いやーハマった。それではじゃあガッツ君の結果、はい、お願いします。なんだっけ、何点満点の台が空いてたんだっけ。300点300点の台が空いてたけども、が、裏切ら、そうだ、1000円で引っかかって、ちょっと待って、今速報が入りまして、ガッツくんが最初に打った1台目が大当たり一発ツボということで、もうフォローのしようがないと下手くそだったっていうことでいいかい。いいですか、いいですか。投資3000円61ゲームビッグ、うんうん、で投資追加投資7000円、470ゲームレグの時点で俺もないと思いました。うん、そこでなえたんだね。で80レグ38レグで38やめで100点の台に移動。
100点、そして次は300点って、ね、300点だった、うん、ここが500点だったね、じゃあそういうことだ、そういうことだった。え、この台、その後どうだったの、伸びたマイナスです。あ、埋もれたの。あの、ビッグもレギュラーも1位です、うん、ねえ、まあ、難しいんだよ、実際のタイプは本当にわかんない。まあね、ただ、まあ、ジャグラーはその点、まあ、ブドウがあるから多少ね、その押し引き可能だけど、やっぱボーナスの引きに左右されるっていうのはこうなることもあるよってことで、もう一個言うと、ビッグ中にスイカが、ビッグにすぐスイカ落ちて、うん、最後パネフラして、うん、いただきましたって言って余計なこと言うんじゃないよっていうっていう感じで、まあね、まあ、どっちでも好きな方を打ったらいいと思うよ。いや、ちょっとリベンジしましょうよ、リベンジしましょうよ、俺だよ、リベンジやりましょうよ、もう一回、グーのでも出ないじゃん、朝からやりましょう、朝からサマイと、あの、設定6かどうかも俺の勝ちなの、もう一人連れてきますから、いやだ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 、もう一回やりましょうよ、ごちそうさま、ごちそうさま、俺ね、ちょっとね、あのね、ぜひゲストにディベートしようかなんですけど、次はね、もう篠崎さんとやります、次は篠崎さんと僕やります、負けなくてダメだ、いや、勝負しないもんなるほど、うん、仲良く打つそれまた根本的に外れるいやー、これもあともう一回やりたいですね、うわ悔しい、うんうんうん、まあ、ということで多少明暗分かれる感じにはなりましたけど、まあ、全体的に見ていただいたら分かるように、やはりお昼以降、まあ、夕方以降勝負になる2つ種だと。いや、そうですね、うん、僕6時からの勝負でこうだったんで、うん、なる、うん、入っていれば勝負になる機種ですよということで、皆さんもね、はい、夕方以降設定6目指して打ってみてください、はい、ということで、それでは締めさせていただきます、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。松本バッチの完全勝利さよならバイバイあーおっと悔しいよこれ